この金でどうだ。ジャリンジャリン稼ぐぜ。いらっしゃいませ。いや、あれ、お客さん初めて。 ああお好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦よ、
なんでお前がここに。行きつけの店の一軒や二軒、俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気に。な、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないから。ね。おい、余計なこと言うな。まあいい。とりあえず、ここ座れよ、桐生。それにして、ああまあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。おならちょうど手、そういや、お相手は立花不動産の小田だ。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごら。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイ。おい、ユミにこの街でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から。じゃあ期待の新人ね。なんだか桐生さん、そこはせめて兄貴みたいって。失言。それにしても立場、どうする？もいや、待つよ。先輩をほっといて。ほん？これくらいで何言ってんだ。その常識がね。いっねえ、それならかい。ん？いい。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。じゃあお前は聞いてるだけでいい。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌しょうがねえな。よし、そうとき。上げた握り拳が折れた。
どうよ。錦山君すごい。だろ？だ。おめえもなんだかんだ言ってノリ。たく、素直じゃねえな。ほん。そんなわけないだろ。それにしても小田ってやつ、本当に遅いな。おめえの。本当ね。事故にでもあったんじゃ。いらっしゃ。よう、元気そうだな。ハワナの兄貴。なんでここに？座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら、戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ東上会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか？うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした？下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。うれっ！錦。いいね。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。泡出なくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか？こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら美人のママも一緒にな。来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足で古巣にしょんべん引っ掛けやがって。死に急ぐのは勝手だがよ。もっ、
何つったってんだ。土下座しろや土下座。なんか勘違いして。あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく。やる気なのか。おれ早くやれや。その代わりこすぐそこにアワナの親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんな。俺の仲間が血流してる。はあ、錦山とそれに立花不動産のてめえ。何が最後の一戦だ。行くぜ。やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。やってみ。後ろに指示さ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえは立花不動産と。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って殻の一つを追ってると踏んでるんだ。どう思うが、あんたの。おめえごまかすの下手だな。立花不動産。そうか、まだか。俺は何も言ってねえ。ねえ、いい。おめえの目を見り。勝手にやってろ。なあ、キリュウよ。俺に。立花不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようでな。俺はもう堂島組を抜けてる。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。それともこのまま的にかけられていいか。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それもやってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。このままじゃあいつはおめえ。あんた、立花に会って
からの一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。すまん。朝まで考える時間ある。立花を渡すか、おめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは。ママ、もういいよ。迷惑かけた。小田さん。キリュウ。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そらこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつに、うちの社長、さっきおめえが下で暴れてる間、これから堂島組が組を、ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに、すよう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りや立花の代わりに気流が的にされる。組織ぐるみで追われる。いくら何でも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺、てめえらが気流を巻き込んだんだろうが。よせ、あいつ。それにいずれ堂島組を敵に回すのは島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に、例の堂島組にとってあの土地は、それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえ、ただ阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人、とにかく社長と話してみる。ママ、電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが空の一つもの所有者を抑えれば、堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、小田です。今は桐生とセルナって店にいます。ええ、それで堂島組の青野が、はい、うちが殻の一粒を追っている。社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ、錦。でもよ。これでもう、くそ、悪く思う。
騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて。おい待て、キリュウ。おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。Tell me that you love me, even if it's fake.